はいさい、はいさい、今回もやってきました酔っ払って買っちゃったシリーズです今回はこちら、はい、ドン。何これ、キャベツを剥くやつ、キャベツを千切りにするやつですね。これなんかこれキャベツの芯にここを刺して、これ回転させることによってここから無限に千切り、キャベツの千切りが出てくるっていう、こんな感じ。どんどん恐ろしい機械なんですよ。恐ろしい機械、恐ろしすぎるでしょ。でこれ見て面白いなと思って、はい、一応購入したんですけど、うん、実際にちょっと回してみたいですね。はいはいはい。これは半分に切ってから芯くさってやるから。そうだね。っていうか誰、え、あ、お塩か。うん、お塩ですね。クリリントンか。三等分しと思いました、ね、ヒゲもないですね。ヒゲはね、残そうと思ったけどね、うん、ヒゲも剃った方がいいんじゃないって言われた。うん、誰、超破壊。今持ってもよかった。安倍氏が騒ぎようかな。そうだね、アロキが祖国でね、で俺がネズミ男関係ないです。はい、じゃあ早速やっていきますか。こっちに直でやるの。そうだね、一回引こうか。あ、そうだね、うろたえるなってやつか。うろたえるお前うろたえるなっつって。はい、今説明書を読んでます。ルールは簡単、ルールは簡単。ここに、うん、キャベツの芯をぶっ刺しボンバーして、あ、こっちに刺すんですね。こっちね、トゲトゲの部分に。いくよ。はい、せーの、うん、保持力はどんなもんか。で、こいつでさらに刺すと、はい、で、これを右、あれ、あ、あ、できた。あ、すげえ、すごい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 、4回言いました。いったね。いったね。なんか荒いね。今からかな、今から細く。あ、なんか雰囲気出てきたよ。本当？うん。お、すごい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 、いい感じいい感じ。やば、これ俺お母に誕生日プレゼントパーを。早っ。おー、喜んだ。すごいすごいすごい、やば。三三の子の誕生日みたいな。三三の子。見て、もうない。で、早いよ。早っ。うまっ。あ、すごい、かわいい、見て、芯が、芯が、芯だけ残ってる、スティック状になってる芯が、ほら、あ、これに盛り付ければいいんじゃないですか。まさらバンバン、かわいいっすよね。おしゃれ番長がいたな。おしゃれ番長だな、これ。おしゃれ番長がいたな、バンバン。しゃー、置いとこうか。やったー。ここお皿にしようか。お皿いいっすよね、これ、うん、はい、バンバンのターン。失礼しまーす。バンバンヒットー。すごい、水深 100m。これ逃したら終わりだ。食べてはぁ、早っ、待って、早すぎるわ。早すぎるわ。トマは違う、俺とはおしまい、おしまい、おしまい。サラがサラにするでしょ、これ。うん、手慣れたもんすわ。はい、ということでね、キャベツもたくさんあるんで、はい、またお昼ご飯作ります。お昼ご飯、うん、今日みんなあの、土間打ちしてて、お腹も空いてるし、疲れたね。はい、今から仕上げとかもあるんで、はい、精のつくものを作ろうかなと思って。ヤギ、ヤギ汁ではないですね。だいたいヤギ汁だけど、だいたいヤギ汁ね。シシ、シシ、シシだね。シシ、シシの、シシ、シシゴア、シシゴアを、これ牛肉ですね、うん、これカツ作ろうかな、牛カツ作ろうかなと思って。牛カツだったらね、キャベツもたくさん消費できるんじゃないかなと思って。沖縄では、うん、牛肉をシシって言いますね。シシ、これ、モリ、うん、やばい。超切れる。さっき俺も切れ味すごかったよ。なんか肉ってかかるさ、うん、スーッスーッってなる。危ない、ほら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 、危ないよね、ほんとにカミソリみたいに。これすごいすごいすごい、カミソリぐらい切れ味がある牛刀。これ研ぎなしで届いてそのまま使ってます。うん、洗ってからね。何をしてるんだい。あ、お前はあの夜中に遊びに来た彼氏役です。あ、松本、
何なんですかこれは。あ、さっき見たぞ。今打ち合わせして今見てない手で喋ろうとしたんで、あの今見てたさっていう、始まった瞬間説教に裏切るかなっていう。カメラ回ってないから俺今日回してたもん、見てて考え、考えた、お前ら、あの本能するかもよ。天に誓う。はい、ちょっとこれそのまま少し放置。今、あ、これ牛脂ですね。以前あの鍋育ての時に、はい、たくさん使った牛脂ぶち込まれた。なんすか。なんてめっちゃ気になるワードが飛んできたんですけど、おっぱいパパ、おっぱいパパとは何でしょうか。これね、はい、いや、我々、はい、ずっと認知はしてたんですよ、はいはい、だけどずっとね、うん、クリーンなイメージを保ちたかったから言わなかったんですけど、え、なんか知らないんですけど、ハイサイメンバー全員をフォローしてる、多分風俗店のアカウントなんですよ、はい、あのおっぱいファーファーっていう名前。そうそうそう。で、沖縄じゃないんですよね、それお店が、はい、県外なんですか。県外のお店で、はい、ハイサイメンバーを全員フォローしてくださってるっていう、ね、あの、あたかも我々がね、ちょっとひいきにしてるみたいな感じで出てるけど、一回も行ったことないですからね。サーバーとか行ったとこだよ。人数分行ったとこだよ。これどこの都道府県なの。おっ、ツイッターで見れる。ちょっと見てみよう。びっくりするのさ、はい、俺ツイッターアカウント1個目ちょっとログインできなくなって、はい、新しく作ったんですよ。新しく作ったやつもフォローちゃんとしてくれるから。いい人さ、本当になんかちゃんとファイスタイとか見てくれる。おかしいでしょ。シリが生き慣れてますとか言ったら面白いですよね。シリが返答しないって。返答を差し控えさせていただきますって。お食料町田って。町田東京じゃん。町田ってどこ。東京でしょ。東京なの。東京の町田って生きて。おっぱいファーファー。ママ東京行くけど、もしかしてファーファーした。俺っすか。俺はまだエンジェルちゃんしか行ってないです。それ言うのか。あ、なんか色合い超いいよ。これね、黄色に赤って。とんかつの時に、はい、これバッター液なのに、バッター焼きって字幕がついてたんで、ちょっと編集者の代わりに謝っておきます。すいません。よし。バッター液です。バッター液。じゃあ、2個ずつぐらいで焼けようかな。結構量たくさんありますね。うん、はい、行きまーす。いけー。いやーん。いい音。角度はまたの好きなアングル。あ、じゃあこの、浜アングルやってる。ハマグル。ハマグル、焼き肉水分ですね。はい。上がりましたー。モディが切ってほしい。はい。どうっすか。あ、レア。あ、ウェルダン、若干レア。レア。ミディアムレアぐらいな。ちょっとやりすぎたな。もう少しじゃあ。え、やりすぎなの。うん、牛カツって結構あれ、レアな感じ。冷凍してから。いや、食べよう。全部やりましょう。多分食べると思うよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと遅めのお昼ご飯です。すごいな。いや、お腹空いた。お腹空いた。めっちゃ美味しそう。ですね、牛カツを作ってますので、はい、キャベツはあのセルフで食べ放題です。やったねー。やりましたね、はい、すごいな、これ。じゃあもう食べていいですか。食べていいですか。いただきます。いただきます。いただきます。盛り付けよう。なんか気づいてくれて。吹いたやつがちぎれたやつ。すごい。え、これ切るの大変だったんじゃん。と思うじゃん。と思うじゃん。きつかったぜ。きつかったんだ。と思うじゃん。カード知ってるぜ。カード知ってるぜ。あれよ、キャベツの自動。キャベツ切れよ。あれよ、みんなが見たさ。みんな見たさ。すごい的によ。この中でさっきから作ってるのは、さっきは俺も開けちまいついでにやられたけど、ここ全員があれだよ、アウトレイジだけど。ファーファー関係ない。うわ、肉汁やばい。え、キャベツだけ食べてるのに肉汁はあるの。あるさ、何が起こる。開けちまいついで。あるさ、今一口食ったんだけど、うん、すごい美味しそう。これレアっぽいとこがいいね。またね、いただきます。早くない。どう。早くないって。バンバンだった今。カツってたから。ああ、そこにびっくりした。やっぱキャベツと一緒に食べると美味しいね。最高に。せーの、食べやすい。いただきます。
うん、キャベツがご飯みたいになってるね。うん、美味しい。どうもやらの皆さん。すごいの来たよ。つまんでくださいって。つまんで。牛カツ。弁当焼きた。牛カツ。弁当焼きた。牛カツ。すごい。美味しそう。美味しそうだろ。とんかつ3000円です。高いな。体力減ってると思った。あ、牛肉コントにこれ。柔らか。味付けしっかり。うん、キャベツもさっぱりしてる。うまい。ポン酢とごま油だから。持ち帰りもあるよ。マジ？あ、持ち帰りたい。俺も持ち帰りたい。うまい。持ち帰りは事務所で保管してるんで、今度持ち帰りましょう。ありがとうございます。今回は、はい、ひっちゃんが酔っ払って買ったシリーズそうなの？ツーツー、なんか便利なもの買うよね。そうだね、今回良かったな、うん、なんか便利グッズ好きだよね。便利グッズ好き、うん、YouTube で見て、あ、これいいかもって思ったら買ってるだろ。通販番組俺に見せない方がいい。特にアルコール入ってるとね。見せるためになんか来ないかなと思って。あ、なんか DM で今酔っ払ってますか直接確認して。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、レタスのポイントにつきました。レタスのポイントなんていうんですか、宿お家。はい、これからレタスに上ちょっと開けれる、これ。はい、レタスキャベツの皿、キャベツの皿、キャベツの皿にキャベツ乗っけてレタスにあげます。不思議複雑で、ちょっと置けねー、手が届かねー、バンバン手が届かねー。ちょっと上押さえてるからだ。おいよ、はい、どうぞ。食べる様子みたいですね。うん、レタス。はい。あれ。匂い嗅いでる、匂い嗅いでる。お。ちっちゃいの空振りしちゃった。匂い嗅いでるね。ヒクヒクしてるね。お腹いっぱいかもね。うん、餌も残ってるし、まだレタス食べとくよ。バイバイ、またね。バイバイ、バイビー。